ってる。止まってないよ。私が止まってない。こんばんは、お待たせいたしました。こんばんは。あ、岡田さんこんばんは。いつもありがとうございます。鏡さんかな、こんばんは、ありがとうございます。きよこさんこんばんは、いつもありがとうございます。ん？読めない。ヨッシーさんこんばんは、ありがとうございます。ジョさんというのかな、こんばんは、ありがとうございます。トシキさんこんばんは、いつもありがとうございます。さあ、遅くなってしまいまして。もう申し訳。きよしさんこんばんは、いつもありがとうございます。いきますか。はい。まさとブルースさんこんばんは、いつもありがとうございます。岡田さんごめんなさいね。まだ多分というか絶対入荷してないですよ。あのスカジャンね。スカジャン、はい。入ってない。ちょっと本当暗いね、ま、大丈夫。まだ入ってないのでまたお知らせいたします。すいませんでした。本当に暗いね。行きますか。早速早い。あ、太郎さんこんばんは。いつもありがとうございます。小林さんこんばんは。ありがとうございます。カレードさんこんばんは。いつもありがとうございます。行きやすか。はい。白南子ちゃんが。明日発売になりますので、はい、売り場をドドンと作りました、はい、店長が今日作ってくれたんで、はい、入ってすぐ、はい、白南賀さん集めてまいりましたので、お好み焼き本舗さんが入り口から入ると、はいはい、こちらすごい暗いドンございます、はい、はい、ここにも見えないですけど塗装もあります。全身いいか動かそうかなと思ったんだけど動かなくてもいいか、酔っちゃうね、酔っちゃうね、行きましょ う、はいはいはい、で明日発売の新しいやつからご紹介しますか、はい、これですね、これです。みねさんこんばんは、ありがとうございま す。明日発売の白南がご紹介いたします、はい、どうする、暗い、暗いね、ここで出した方が良さそうですね、もっとじゃあ近づくか、ずいずいずいと、はい、あ、このぐらいでいいんじゃない、3ディメンションテーパードどっかで聞いたことありますね、3ディメンション、そう、3ディメンション 2,3 年前でしたっけ、うん、2作目ぐらいかな、そうですよね、そう、一番最初があの白南賀の、コラボのロークロッチスキニー、そう、ロークロッチスキニーっていうのが一番最初に出て、次に出たのがあの3ディメーションテーパードと、あと何でしたっけ、チルアウト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 テーパード、テーパードっていうのが出たんですけれども、でそこからずっとと復刻してなくて、他のやつはね、そうそう、ちょっと再販とかありましたよね、そう、あのされたりとか、あの復刻したりとかっていうのもあったんですけど、その、 あの3ディメーションテーパードっていうのはそこからずっと出てなくて、うん、で今回再販ではないですね、うん、モディファインして新しくなって3ディメーションテーパード発売になります、明日から、はい、はい、そうね、ちょっと場所違うから暗く感じますね、ごめんなさいね、すいません、南賀コーナーで、南賀コーナーでやりたくてどうしても、はい、はい、南賀博コーナー、うん、はい、でね、少し変わったのがあのお尻のポケット、うん、ポケット、うん、ポケットかな、ポケットがちょっとだけ、はい、そう、まあ、のデザインはあの変わらないんですけど、あの南賀の火の服っていう生地をあの前面にもう膝まで前面に、そう、膝まで、そう、いっぱい使われてて、膝下ぐらいまでかな、全部使われてて、
そう、まあ、焚き火とかした時にね、こうやって焚き火とかした時に、あのここの前面が前面であのカバーできるぐらいの、あの生地使ってて一番当たるってましたかね、そこがね、火の粉。この 3D メーションテーパードが一番やっぱヒノックの生地使ってるんじゃないかなと思います僕は、うん、はい、まあ、それで多分ねこれ復刻しなかった。あ、そうだそうだと思う、そう確かにそうだと思 う, そう、やっぱこのねヒノックっていう生地が全然やっぱ作れないそうなので、うん、そうでこれがねあの一番使われてるかなと思うので、それでね多分再販しなかったんじゃないかなっていうことで、今回はその 3D メーションが、ね、再販されることになりました。お尻と前のところにドーンと使ってます。あ、峠さんこんばんは、ありがとうございま す, ます。膝下までどんくらい、結構な面、結構だよね、結構な面使われてるので、うん、そう、うん、立体的にもしてあるからやっぱり生地が一番使われているです、ね、と思う。お尻にも使われてるし、うん、そう、まあ、擦れるところ、うん、座ったりとかして擦れるところはもう全面にそのヒノックっていう生地使われてて、分かりづらい、色がね今回全部同じだから、そう、お色の方が2色なんですけど、ベージュとブラックになるんですけど、そう、まあ、変わったのがデザインは変わってないです、ここの、はい、そう、面とかね、うん、変わってなくて、うん、まあ、先ほども言ったんですけど、ポケット後ろのお尻のポケット、でもこれ持ってる人じゃないと分かんない、多分分かんないですね、そう、うん、僕が持ってるやつを持ってきましょうか。そうそう、でもねこれがね一番形が綺麗だと思う、うん、僕もすごい好き、この 3D メーション。そう、私も持ってる前のやつ、はい、これね、分かりやすい、あの前のやつ、そう、前の自前のやつ、初代 3D メーション、初代 3D メーション、まあ、これあの色がね分かると思います、ツートンになってるのが分かると思うんですけど、まあ、ここは変わらずです、このデザインは変わらず、変わらず、あ、変わらずで、でお尻のね、まあ、こっち左側のお尻のポケットなんですけど、変わったのが、まあ、前作はあのここにジッパーがついててポケットがついてます、うん、このねあのヒノック の, あのポケットと、その後ろにこのヒノックのポケットの後ろにこのジッパーでポケットがついてたんですけど、うんうん、今回の新しいやつはこのモバイルポケット、そう、携帯入れるやつ、うん、携帯入れるのが左右についてます。だからあのどっちかお好きな方、うん、多分癖があると思うんですよ、その人によって、うん、右側のポケットに入れたいとか左側のポケットに入れたいとかあると思うので、そういうのができるようになりました。前作はね右側にしかなかったんですけど、これ結構本当に便利で、これ便利ですよね、使うとねすごい便利、深くてしっかり入るから、そう、スマホ入れて、椅子とか座ってもちょっと横にそうずれてくれるので、潰れないので、そう、まあ、そのポケットが今回のやつは左右に付いてます。赤い印がモバイルポケット、そう、ね、そう、左右に付いてますので、両方でね使うことができます。そしてあとは生地か、うん、生地、生地がねもう今回コーデュラーナイロンストレッチになりました、はい、前はねちょっと厚手のねイスコのデニム、はい、デニムっぽい生地だったんですけど、うん、カラーも出てたんですけど、デニムとカラーも出てたんですけど、そのデニムの、あ、デニムじゃないカラーパンツの方ってイスコの生地のちょっと厚いやつ、こんばんは鈴木さん、ありがとうございます、だったんですけど、今回からカラーベージュと黒なんですけど、出てるのがコーデュラーナイロンストレッチ、フォーウェイストレッチ、はい、そう、フォーウェイストレッチ、めっちゃ柔らかいやつ、めちゃくちゃ伸びるで、薄いけどあったかいんだよこれ、うん、そして擦れに強い、めちゃくちゃ強い、なんだっけこれ、あ、そうそう、私今日履いてるけど、うん、この前回出たカーゴパンツと同じ素材、
ハンズフリーカーゴですね、これは、うん、と同じ素材だから、うん、軽くて丈夫で履きやすい、で肌触りも滑らか、うん、本当に丈夫、傷がつかないんだよ、ナイロンなのに、擦れに強いのだよ。この言い方、擦れに強いのだよ、擦れに強いのだよ。もうその履きやすいのだよ。そう、まあ、そのね、あのネームタグが今回からこのコーデュラーナイロンストレッチのね、どこに入ってる？そう、コーデュラーナイロン、これも入ってる、これも入ってる、そう、使われてるのはここにね、もうつくようになったんですけど。ああ、ついてますね、はい、でやっぱ群にね、下ろしてる生地になるので本当に丈夫です、軽くて丈夫、丈夫なんだよな、本当にここのハクちゃんのやつって、うん、ですね、グリもしっかりしてて、デザインもシルエットも良くて、で、ナンガのね、そのヒノックの生地、これもやっぱ丈夫なので、アラミド繊維って入ってて、あのまあスーパー繊維って言われてて、もう擦れに強いですね、うん、はい、燃えにくいし、そう、宇宙服に使われてる、ね、使われてる生地なので、アラミド繊維、燃えにくいっていうか、燃え広がらないのかな、これはね、確かね、そうですね、まあ、燃えないってわけじゃないんですけどね、うん、燃えにくいとか、それがね、本当に全面にいっぱいに使われてるので、そう、そうなのです、お尻にもいっぱい使われてるので、そうなのです、うん、まあでもこれね、ポケットいっぱいついてるから、どこに入れたのかわかんなくなっちゃうんですけどね、結構これはまだ大丈夫だよ。これはまだ大丈夫な感じがする、でもポッケの中にポッケがあるからね、はあ、そうなんだよね、かっこいいよね、でこれはあのほら3ディメーションっていう名の通り立体的になっております、はい、あ、大丈夫、これ言っちゃって、これこう膝のところがくの字に曲がっているんですけど、人間の体は直線じゃなくて曲線でできているので、より動きやすい作りになっております、ダーツが入っているので、そうなんだ、そう、人間の膝ってね、これ後ろには曲がんないんで、膝って前に後ろに曲がったら怖いよね。そう、ここにダーツがこう入ってて、うん、その曲がる形に、うん、ふんわり作られてるんですよ、まあ、こういう、まあ、こっちはね、こっちが前なんですけど、これ後ろなんですけど、あのこうね作られてるので、畳むと変なんですけど、そう、畳むと変なのよ、だから、ね、畳むと難しくなっちゃう、履くと履きやすいんです、立体裁断になってるので、スリーディメンション立体っていうことなんだけど、でこのこういう形ってさ、ここのデザイナーさんがもともとジルボーでしたっけ、マリテ・フランソワ・ジルボーってこういう形ありましたよね、そうですね、でもやっぱ立体裁断で有名なので、うん、だったので、やっぱりそれいいところを残してくれてますね、うん、形が本当にこれ私今日履いてみたけど、で形、あのシルエットはあのこのハクナンガのシリーズの中でも細い、うん、はい、まあ、1、2を表すぐらいの細さかな、まあ、それがでもかっこいいですね、でもね、うん、細いんだけど、うん、ここのヒノックの部分が適度にボリュームあるので細すぎないんですよ、うん、形がすごくかわいいんで、かわいいとか言っていいのかな、履きやすい、履きやすい、うん、でこれキュッて、なんていうのこれ、キュッてふくらはぎのところ持ち上げて短く履いても、なんで笑ってんの、なんで笑ってんの、キュッてやっても可愛かった、ちょっとこれ説明がうまくできない、なんて言うんでしたっけね、わからない、履いてきたら、うん、履いてくる、見えないかな、ベージュ履いてこようか、ベージュの方がわかりますよね、ね、わかると、うん、わかりますよ、メルトからサイ、メルトサイズついてない方が好きだね、おーおー、なるほどね、これでもね、このベルトがあるから楽なんだよ、で、これ楽だよ、ね、このベルト、物をね、あの結構入れても、あのベルトがあることによって落ちない、そうそうないとね、あの重たいものを入れた時にずれ落ちちゃう、ポッケがね大きいから入れたくなっちゃうんでね、そうなんで
にでも本当形が綺麗なの。S じゃない。なんかまあ S 入ったよね。あれは何？あの前回前のやつ。あれはね M だと思います。ああそうなんだ。S はねあのロークロッチスキニーです。ツンツルテンと思って。ツンツルテン。ここにねこうダーツが入ってるの見えますよね。これで立体的になってる。いつものようにこのマジックテープで南賀さんのロゴついてるんでこれ。取れますね、ベリベリと。これでもいいし、この中にもちっちゃいのついてるのでこれに付け替えてもらってもいいし、何か自分の好きなお好きなワッペンにマジックテープをつけていただいて、つけても可愛い。でもやっぱりこの南賀さんのロゴがいいですよね、目立ってね。そうなのです。いいね、これね、軽くて履きやすい。でちょっとあったかいのもいいですね、これからの時期ね。でこれ、今回はこうやって新しい形っていうか復刻ですけど、前の形が出ましたけど、これより先の、ね、予定が立ってないんですって。だからもしかしたらもう履くかけるナンガはこれが最後かもしれないということなので、ぜひぜひお手に取っていただきたい一本でございます、はい。でね、うちはね、ジーンズヤマトはですね、日本で一番履く掛けナンガを売っている店舗になりますので、この他にも種類は取り揃えてございます。ヒデさんが来る前にいろいろ喋ってしまいましたが、そうなのです。前回の前回に出たハンズフリーカーペンターもあるし、ロークロッチスキニーのバージョン2でしたっけ、こちらもございますので、ぜひぜひご一緒にお求めくださいませ。お茶いいしてきました。なんでいいしてきた。わかりやすいかなと思って。あ、そう、確かに。なんかいいしてきましたけど。いいけど、どうぞ、どうぞ。これね、L を履いております。ちょっと離れる。L、あ、こうした方がいいね。あ、形が可愛いのだよ。もう一個下でも良さそうだけどね。まあそうですね。M でも履けるし、ちょっと緩めに履くんだったら L ですね。あ、でも全然ボカボカじゃないんだよ。この前身ごろのところがボリュームあって、ね、ここまで可愛いですね。ここまでね、火の使われてるので、うんうん、本当に丈夫。めっちゃ履きやすいですね。そう、めちゃ履きやすいんだ。この素材がね、めちゃ履きやすかった。そう、こっちの、シェル。そう、うん、この素材ね、めちゃ履きやすい。形いいんだよ、これすごい。初めて今日履きましたけど、これ。めっちゃ履きやすいよ。そう、軽いよね。これで履いてもいいし、うん、さっき言ったみたいにこう、キュッてあげて、ね、そう。こうやって履けますよっていうやつですね、こうやって。革とか、うん、ちょっとダーって走る時とか、走る時にあるのかな。こういうデザインでも履けますし、そう。こういう感じで。今度好きな人いるじゃん、ちょっと短く履きたい人。うん、クロックみたいな。そう。こういう感じでも履けますよっていうやつね。こっち全然落ちてこない。そう、全然落ちてこない。しっかり止まるんで。これはいいよ。かわいい、うん、でこのこれカーキベージュって色なんですけど、前に出たこの辺のベージュって人気あるんだよ ね、 そうですね。ちょっと明るめのこういうサンドベージュみたいなのがすごく人気があって、毎回人気があるんで、どうだろうな、まあ、黒も人気あるけどやっぱベージュなのかな。どうでしょう ね、まあ、ベージュの気がしますけどね、うん、はい、でも今回の黒は僕すごい好きで。あ、そう、なんか言ってた。あ、そう言ってた。そう、まあ、前出た3ディメーションのやつだと、まあ、もう売れちゃってないんですけど、そう、生地がそのイスコの生地で洗いが入ったような、そうだね、そう生地だったんですけど、ここのシェルの方が、そう、
まあ、ヒノックにそのイスコの洗いが入ったようなちょっと厚手のね、あのストレッチがすごい効いてるあの生地だったんですけど、それだと結構ね色がグレーグレーでもう一色あんまりねツートーン感がなかったんですけど、今回のこのあのコーデュラナイロンストレッチの生地だと結構ねこっちが真っ黒になるんで、このねツー、まあ、分かりづらいかもしれないけどツートーン感っていうのが、カメラだと分かりにくいかもしれないけど、お尻の方が分かるんですよね、こうツートーン感が出るので、そうここのねヒノックとボディのブラックのツートーン感がねはっきり分かるから、そうはっきり今回の黒は分かるので、うん、今回の黒も僕は好きですけど、うんうん、あんまり前回の3ディメンションはツートーン感が分かんなかったから僕デニムを買ったんですけど、うんうんうん、デニムだとねやっぱツートーン感が出てたので、うん、でそれでデニムにしたんですけど、今回のねこれはねでもいいと思いますよ、そういいね、ポイントにもなりますしね、うん、黒で合わせやすいし、真っ黒にならないから重たくなりすぎなくていいかもしれない、うん、ちょっとグレーっぽいんでね、このヒノックの生地の方が、うん、そうそうチャホールだもんね、ヒノックそう、ヒノックの黒ってね、ちょっと分かりづらいね分かりづらいそうなんです、今回のでも黒はね、それなんで、あ、小路さんこんばんは、ありがとうございます、おすすめですよ、ね、あ、ベージュもいいし、おばかさんもいる、こんばんは、お疲れ様です、履きやすい、軽くて良いですな、うん、で長さもしっかりありますし、ね、あ、そうだね、うん、そう、チルアウトテーパーの、はい、こんばんは、ありがとうございます、ちょっと丈も短かったから僕は合わなかったんですけど、それいつも言うもんね、そうツンツルテンになっちゃったから、そうツンツルテン、はい、そこの時だけ短かった、お疲れ様です、で、あと僕からね出たやつなんかはそう、そういうお声もあったのかもしれないですね、もしかしたら短いの苦手な人もいる、うん、ハンズフリーカーブとか、あとはハンズフリーカーペンター、カーペンターとか長めですね、そうですね、長くできてるから、まあ、身長ある方にも全然おすすめですね、うん、でこれはこう細いからキュッて止められるし、どっちにも楽しめるからいいかもしれないですね、ロークロッチスキニーバージョン2か、そうバージョン2もございますので、うん、履き比べてもらってもいいです、これもベルトついたのでいいですね、バージョン2からね、バージョン1はちょっとだけ残ってる、うん、バージョン2残ってる、うん、これもかっこいい、バージョン1とこれがね、これも同じぐらいシルエットが、そう、うんうん、で、もう少し太くなって、この2が太くなったのかな、あ、そう、気持ちいいですよ、ね、でも形は 細い方ですけど、ロークロッチスキニーのバージョン2っていうのもちょっとだけ太くなって、はい、でチルアウトか、チルアウトテーパードがもうちょっと緩くなって、チルアウトが、うん、これしよう、そうですね、チルアウトテーパードがもうちょっと緩くなって、ちょっと丈短いやつね、そうそうそう、これはね短かった、これめちゃくちゃ履きやすい、みんないますね、そうでも今年の夏はジーパンを履いてしまったからこの子の出番がありませんでしたチルアウトでカーペンター、カーペンター、はい、これはね、かわいいんだよ、これとこれどうですか、あの太さって今履いてる、今履いてるのはカーブとこれより、はい、太いです、あ、ちょいちょい、これとどうですか、チルアウトテーパーとチルの方が緩いです、あ、緩いじゃあロークロッチスキニーバージョン2で次に太いのがこれだ、うん、そうだね、うん、でチルアウトテーパードで、で一番太い、うん、ハンズフリーカーペンター、カーペンター、うん、これはこれで可愛いんですよ、うん、で一番太いのがウィンターストレート、そうそう、ウィンターチルストレート、ウィンターもちょびっとだけ残ってる、もう
ットビットですけど、あれも僕好きなね、あれ私出るかなと思ったのに今回出なかったから秋冬になって、はい、残念でした。だからね、こうやって悔しい思いをするからね、何回も何回も言ってますけどね、欲しい時に買っといた方がいい。買おうかなって言ってましたもん、ね、そう、すごい迷って迷ってさ、これだけにしちゃったからさ、この色、この色でしたっけ、そう、こっち黒じゃなくて、こっち黒じゃない、これウィンターストレートでしたっけ、ウィンターチルストレートでしたっけ、わかんない、ウィンターそうチルストレートかな、これが一番太いです、太さは。そう、太いです、 S でもすごく太かった、うん、まあでもね、これはちょっと冬しか履けないから、だからのパンツと重ねて履ける系ですね、サイズが合う方がいたらこれはおすすめですね、うん、こっちの方がね、でもあのず使えるきあの季節は長いので、長いと思います、まあ、これ長い、一年中使えますね、うん、そうですね、これはいける、はい、この素材は、うん、これは一年中いけるんで、スリーディメンションペーパー、はい、これはおすすめですね、ヒノックがいっぱい使われてて、そうですね、スリーディメンション立体的なやつです、ずっと出てなかったっすからね、ねえ、これはもうないと思ったのに、うん、復活、ね、ぜひ明日発売になりますので履いてみてください、はい、他のやつとね、その、まあ、ロークロッチスキニーとか履き比べてもらうといいかと思います、はい、明日全国一斉発売なのかな、そうですね、そうですよね、そうです、ネットも12時からなりますので、はいはい、お待ちしております。色が2色になる、2色、今回2色なんです、2色ですね、もうブラックとカーキベージュ、2色です、うん、もう春発売になってくる、その2色がね、あの神社山と、向山店の方で買いますので、店舗によっては店舗限定です、これは、うん、向山店、豊川店、はい、イオンモール豊川店、イオン三好店、あと小牧、イオン小牧店、はい、こちらの5店舗になっておりますので、それぞれ、ね、店舗によって数も違うんですけれど入りますので、お近くの方はぜひ足をお運びくださいませ、よろしくお願いします。あ、気になるお値段が2万5000円に消費税でございます、2万7500円ですね、ぜひぜひお手に取って履いてみてください。もうね、これさっきも言いましたけど、今回が最後かもしれないっていう話も出てますので、気になってる方はぜひ向山店にお越しください。あのいろんなのあるんで、まあそうですね、選びたい放題です。種類もね、本当に種類豊富なので、はい、はいそうですね。黒を買おうか悩んでます。買ってください。ね、この黒はかっこいいと思う。かっこいいね。なんかさ、次から次にさ、この冬欲しいものが増えちゃってさどうしようね、これかっこいいな、黒、うん、黒にこの間買ったあれ、次ないよ、ないよね、次ないよ、エースだってもう少ないもんね、他のものも次ないよ、そう、次ないんでなので、買っとかないとないよ、そうなんです、気になってる方はぜひお越しください、わかるってねえ、ほんとね、困っちゃいますよね、カジさん、どうしよう、欲しいのいっぱいある、私、僕もあるね、ダメなんですよね、お洋服屋さんで働いてると新しいの入ってきて一番に見れるじゃないですか、わーっつって欲しいこれってなっちゃうね大変、どうしよう、大変なんです、それが楽しいんですけどね、ジーパンも欲しいし、そうなんだよね、ジージャンも欲しいし、そうなんだよ、だってさ、あっちのやつも欲しいじゃん、77周年も欲しいし、77周年も欲しいしね、そう、そう、他のね、ジージャンも欲しいし、ね、そうなんだよ、体は1個しかないんだけどね、レザーも欲しいし、ね、そうなの、レザーが欲しいのレザー、またレザーも欲しいし、レザーが欲しくなってるレザーはいいって思ったのにやっぱり欲しくなっちゃってね、素敵な大変さ確かに、確かにそうかもしれない、すごい今本当レザーも注目されてて、はい、すごい探しに来る方、ね、見に来る方が多いから、うん、接客してると欲しくなっちゃう。そうなので、欲しくなっちゃうから自分も力説しちゃって、そうなんですよね。よりより欲しくなっちゃう。で、自分が欲しかったやつ
売っちゃってね。そういうもんなんです。いつもそう、私ついつい、ね、力入りすぎちゃって欲しいやつから売ってしまうんです、ね、そう忘れた。そして前回ご紹介するの忘れちゃったんですけど、はい、こちら南賀とスブ のコラボの、スブ入ってきてるんですけどコラボのスブ、そうスブ入ってます。30周年南賀30周年限定の、スブが2色入りました。はい、30周年記念モデルみたいな感じかな。限定です。この黒黒と赤黒、はい、赤黒かわいいね、うん、めちゃくちゃかっこいい、はい、僕はこっちのね赤黒ねめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、ね、はい、まあ普通のコラボのやつもねあるんですけど、入ってきてあのオーロラテックのね生地使われてるやつと、あのヒノック使われてるやつもねあるんですけど、でこれが30周年限定モデル、これ今季の新しい色だよ、うん、あかわいい、マスタード、この色かわいい、ライムか、あライムか、そうマスタードみたいに、このピンクっぽいのも、うん、小豆っぽい色、暗すぎる、暗すぎるのこれかわいい、これなんかね こっちはヒノツートンになってて、これかわいいね、そうこのね赤い場所、うん、赤いところはオーロラテックス使われてて、うん、で黒いところはオーロラライト、そうなんだ、そうオーロラライトのダウンの生地使われてるので同じ生地じゃないんですよ。へえ、本当だ。そう。で、ちょっと下の方はね、やっぱあの雨とかそういうね、あの丈夫なオーロラテックスの方が生地丈夫なんで、そう、そういうところ下の方はオーロラテックスの生地使われてて、上の方は軽くてね、暖かいというか、そう、オーロラライトの生地を使われてるモデルになります。30周年限定モデル。になります。で袋もね、あのこちらの30周年限定モデルの方は袋も、30のロゴが入ってます。30周年限定のロゴが入っております。こちらはね1万円の消費税が入って1万1000円になってます。こっちの30周年限定はこれもね、本当今年しか手に入らないので、なんかお好きの方はぜひ。これ知ってたかなみんな。ここにちょっと逆さまになっちゃうんだけど、3のやつは3ってここに数字が入ってて、2のやつ2はねここに2って書いてある。ほら。逆にね逆さまになってるからこれちょうどいいかもしれない。あ見える本当だ。ちょうどいいかもしれないですよ。これ。あの足跡つけた時にそうだ逆になってるからちょうど見える、はい、ちょうど3になる2と3、はい、あ本当だ本当だ、うん、そうこうなって見えるんですよ。これが2ですね、これ2サイズ、うん、でこれが3のサイズですね、うん、そうそうなんです。逆になってるからちょうどねいいかっこいいよね。そうそれでねサイズが分かるんですよ。足跡で分かるようになってんだ。そう あの踏んでねその跡が2と3になる。こうやってみると逆なんですね。確かに逆だね。こうやってみると逆、確かに逆だわ。でもすぐは逆になってない。うん1はねまるで7のように見える。あ確かにほらここにあります。これ1サイズですね。あ小桃さんこんばんは、お疲れ様です、ありがとうございます。かわいい、うん、私がゼロじゃないの。これが一番やっぱ赤ずきのヒデさんがねちょうどいいですね。黒もかスズもねあのプレゼントとかですごく人気があって早いんですよ、うん、寝ちゃうのが。なのでぜひお早めにどうぞ。私はお家の中でスズを履いております。お仕事で履いてるっていう人も結構いらっしゃるんで。いらっしゃいますね、うん、フロアでねあのスリッパ代わりにして楽ちんですよ、うん、暖かいから。うん、そうですそうです、楽ちんであったかいんで冬場はいいですね。
でソールもしっかりあるから外でもやっぱ履けますね。これフローリング黒くなっちゃうんじゃないかと思うでしょ、うん、全然ならない、全然ならないから大丈夫、大丈夫、部屋の中でも大丈夫、しっかりとしたゴムを使ってるんですね、はい、あのうちのジムの人とかも割と履いてる率高いです、うん、これ山下担当しているあの金庫さんとか、みんな履きましたね。ね、そうなの、おすすめです、履きやすい、ふかふかでサイズ、うん、サイズサイズがね、そう1からある、1っていうのが1がね、1が4から5、25.5 か、4から 5.5 で、2が26から27.5、2がで、3がね、3が28から29.5ですね、はい、なっております。でもね、ちょっとちっちゃく感じるかもしれないです、結構中がやっぱボアになってるんで、はいはい、最初はね、そう、はい、そう結構ちっちゃく感じるんですけど、履いてね、あのちょっと大きく、あの潰れてちょっと大きくなってちょうどよくなってくると思います。そうそう、ちょっと毛が潰れるので、はい、うん、それでね、ちょうどよくなります。私なんて足小さいからゼロですよ、今回履いてないけど、ゼロです、ゼロ、そう、うん、まあ、これもね、言っていただければサイズの方でお出し、しますので、はい、言ってくださいませ、ありがとうございます。こんな感じかな、まあ、なんといっても明日発売のこの白南南南南と白南コラボ 3D メーションテーパード、はい、ヒリさんズボンって言ってたと思ってズボンって言うたと思って、ズボン、そうなんです。形がめちゃくちゃいいですね。ちょっとボワッとしてて、先が細い、うん。そうそう、はい。トレッキング、山登りとかでも使える、うん、ですって。普段使いでも全然いいし。うん、はい。明日全国一斉発売になりますので、ぜひ。お越しくださいませ、お待ちしております。2万5千円の消費ですね、27,500円、はい、あ、1ありましたっけ、これ1、あ、30周年限定、うん、30周年限定はね、1は入ってない、なあ、ごめんなさい、 2と、ね、3の入荷になってる、そうですよね、はい、でもね、まあ来れるようだったら来ていただいて、あの、はい、一度ね、履いてもらうとか、あ、そうですね、うん、ぜひぜひ、はい、またお時間あるときにぜひ履きに来てください、いつもありがとうございます。はい、こんなところかな、うん、ぜひ明日、明日土曜日じゃないですからね、金曜日ですよ、明日金曜日に発売なので、ズバーンと全部売り場作ってますので、はいはい、ウィン、何何、チルテーパード、チルテーパードから、ハンズフリーカーペンターもありますし、うん、そしてロークロッチスキニーバージョン2もございます。もうこれね、すぐもございますね、はい、すぐとなんかのね、コラボオーロラと、ヒノック、うん、ヒノックと30周年限定もありますしね、でこれが 3D メーション新しいやつ、新しいやつ、ブラックと、ベージュ、はい、新しいやつになります。これはあれかな、カーゴ、そうですね、ハンズフリー、ハンズフリーカーゴかな、はい、になります。ぜひぜひこの辺も見に来てください。ぜひぜひ、はい、お、何がスタイルにしてもらえるかかっこいいと思います。マサトブルーさんが何かおっしゃっておりますね、
今週日曜日、ブルーブラックベイビー×ナンガダウンジャケット第2弾徹底解説インスタライブやるので、皆様お時間空けておいてください。よろしくお願いします。はい、あれもめちゃくちゃサイズとか形とかね、悩んでたんで、はい、いいものできましたので、ぜひお楽しみに。かっこいい、かっこいい、かっこいい。あれも欲しいんですよ。あれも欲しいし、あれも欲しいし、あれもこれも欲しいし、欲しいものだらけで大変ですね。やばい。承知いたしました。ありがとうございます。ぜひご覧くださいませ。はい。ぜひ。マサブルさんも出てくださるのかな。あ、神のコンさんも出てくださるのかな。あら。いろいろ言って、大丈夫かな。はい。お願いします。お願いします。今日はこんなところかな。すげえ光ってる、頭の上が、頭の上がめっちゃ光ってる。これ、はい。はい、履きやすいんでおすすめです。ヤンヤンはどうですかね。ヤンヤンにも聞いときますわ。7時半スタートです。よろしくお願いします。ヤンヤンにも聞いておきますね。ヤンヤン、ヤンヤン、ヤンヤンダウン着たらさ、かわいいやん、かわいいやん。つまんないこと言ってる。ダウン着たらかわいいね。あ、じゃあヤンヤン、ね、ヤンヤンにお願いしてきますわ。かわいいと思う。ね、そのコラボのやつね、はい、ね、うん、着てもらったらかわいいと思うな。はい、かわいいと思うな。出ろって言ってますよ。かわいいと思うな。ヤンヤンさん、ヤンヤンさん、よろしくお願いします。かわいいと思うな。出ろと申しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまた土曜日、土曜日でしたよね。土曜日ですよね。あれ土曜日でしたよね。今日曜日、日曜日でしたっけ。はい。7時半によろしくお願いします。ね、そうですよね。それも可愛いと思う。そうですよね。ダウン着てたら可愛いと思うね。ね、可愛いと思う、ね、確かに。お願いしましょう、皆さんで。はい、よろしくお願いします。じゃあまた日曜日にお会いしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。明日は白蘭が発売でございます。お待ちしております。お好み焼き本舗さん側の入り口、コカ・コーラの自販機のところですね。はい、真正面に、はい、真正面にドンとありますので、ありがとうございます。はい、ぜひ気になっている方履きに来てください。お待ちしております。めちゃくちゃ履きやすいです。形も綺麗なんで、うん、本当に履きやすい。おすすめですよ、これ本当に。これは今初めて履きやすくなった。より履きやすくなった。初めて履きましたけど、生地がすごく伸びるんでストレスなく履けるんで、おすすめです。ね、楽ちんだよね。ちょっとね、前のやつはね、大丈夫じゃん。前のやつはちょっと膝引っかかるんですよ。形はすごいんですけど、あのデニムのは膝引っかかるんですよ。そう、大丈夫じゃん。これ平気、うん、そう、本当に大丈夫。本当に大丈夫。それだけあのちょっと形はそう、形はすごいかっこよかったんだけど、こう膝ヒノックがやっぱね伸びないからちょっと引っかかったんだけど、これ全然これ平気、大丈夫ですよね。改善したんだと思う、ちょっと。本当にそうかもしれない。うん、で生地がこっちもすごい伸びるから、伸びるから、ね、全然引っかからない膝、うん、そう、曲げてもいいよね。大丈夫、履きやすいわ。ということでございますので、よろしくお願いします。それみたいで気持ち悪い、面白い。じゃあどうもありがとうございました。お待ちしております。お待ちしております。いつもご視聴いただきありがとうございます。ご来店お待ちしております。ありがとうございます。おやすみなさい。数量限りありますので、はい、数量限定、はい、店舗限定なので、はい、よろしくお願いします。あ、小桃さんありがとうございます。お疲れ様です。お待ちしております。ありがとうございます。あの寒暖差が激しいのでね、皆さんお体ご自愛くださいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。お待ちしております。ありがとうございました。私今度話したいことある。ちょっと今度話したいことある。ありがとうございます。ありがとうございます。消しますよ。お待ちしております。いつもありがとうございます。